東野さんのいじりは吐き気がすると言ってた。そこはもうなんか面白く言い始めてんじゃないの。そんなんで東野さん怒んないと思うし、東野さんのいじりはすごい愛あるいじりだけどな。吐き気はしたことはないな俺は。ゾクゾクするけど、あんなニコニコしててあんな柔らかい表情でものすごいナイフ持ってますねってゾクゾクするよ。で、切り取り方がうまいからなんかそこに愛を感じますけどね。心がないんだけど心めっちゃあるみたいな表現が難しいんですけど、僕は東野さんあまりハートがない人なんだと思ってたけど、闇営業問題の時にもう結構ね前の話になりますけど、ワイドナショーを見てて東野さんがちょっと涙するみたいなシーンがあって、そこで見たくなかった東野さんの優しい部分に触れちゃったとか。優しいんですけどメディアを通して優しいのを見たのが初めてだった。